逮捕されたのは郡山市の会社員影山実容疑者です警察によりますと影山容疑者は先月28日郡山市内の公園で友人と遊んでいた実0歳未満の小学生の女の子におじさんの家に行こうなどと誘い腕を掴んで連れ去ろうとした疑いです女の子たちは抵抗してその場から逃げ無事でした 調べに対し影山容疑者は間違いありませんと容疑を認めていて警察が詳しく調べを進めています。